久保さん、いやー、今回ね、ドにしましょうか。どこでもドアみたいな。どこでもドアのドアあったかな。ドアないっすね。どこでもドアのド。まあ、どこでもドアってね、ドラえもんのね、まあ、その有名なね、道具ですけども、今はどこでもね、お仕事ができますよね。本当にどこでも仕事ができるっていう。いや、本当便利な世の中になりましたね、久保さんね。本当に。まあ、どこでも仕事ができるわけですよ。まあ、どこでも仕事ができるので、まあ、デメリットもあるっちゃあるんですけどね。どこでも仕事をしてしまうっていうね。まあ、でも、どこでも仕事ができるんだけど、その仕事をするかしないかに関しては、自分の選択でもまた決められますし、まあ、やらないといけないんだったらまあ、やればいいし、やらなくてもいい仕事は別にやらなくてもいいだろうし、まあ、このね、久保さんの返しは、なんだ？やらなくてもいいんだけどやるっていうね やらなくていいことですら、まあ自分で決められますから、やるのかやらないのか ただまあ、どこでもできるけども、やらない人が多いので、だからまあ、やれない人は、まあ会社に行って仕事やるしかないんじゃないですかね。でもその会社も今後あるかどうかわかんないですし、まあ今はね、あるんだったら、まあ10年後も20年後も30年後もあなたの会社は順調に経営をして、いい社長に恵まれて、いい経営陣に恵まれて、30年後もちゃんと売り上げを作ってるのかわかんないですけども、まあ、僕みたいな一人でやっていくっていうのも、まあ、絶対はないんですけども、お互いに絶対がないわけじゃないですか。じゃあ30年後あなたの会社は売上バンバン上がってますか、給料上がってますか、昇格してますか、絶対ないですよね。まあ僕も絶対がないんですよ。じゃあ両方絶対がないんだったらどっちの方がいいですかっていう 僕はすいません、両方絶対保証されてないので、まあ、公務員とかで働いてる方はちょっと別枠になってくるかもしれないですよ。だけど一般の中小企業でしょ。まあ大企業はね、例えばトヨタが潰れる、まあ買収、トヨタが買収されることはあるかもしれないけど、潰れるってことはちょっとトヨタは、まあ、考えづらいかな。どうなんですかね。まあ未来のことはわかんないんですけども。だからまあ中小企業ですよね。大企業とかじゃなくて中小企業に勤めてる方は本当にまあ安定はもうほぼないですからね、中小企業なんていうのは。だからまあその中で生きていくためにはやっぱ自分でその稼げるようになった方がどこでも仕事ができますし、でもそれをやらないんだったらどこでも仕事ができるっていうのはデメリットになるので。だから与えられた仕事を、言われたことをやる人生ですよね。だから主体的じゃなくて受動的に生き続ける。言われたことをただやる。こなしていく まあちょっと寂しいですよね。まあ人それぞれなんでいいんですけど。まあ僕はこの生き方が僕はいいと思いますんで、まあ推奨はしますけれども、まあ人それぞれ合う合わないもあるだろうし。でも合う合わないとか置いといて、まあ、あなたの会社は30年後あるんですかっていう。こんなことを言ってるお前は30年後ちゃんと稼げてるのか。まあ分かんないけれども、少なくてもまあ5年6年やってますんで、まあやることちゃんとやっとけば、僕は大丈夫かなと思いますね。やることちゃんとやっとけば まあこれがね、従業員がいて会社を大きくしていくとか、そういうとこだったら分かんないですけども、自分の飯を食っていく。例えば、まあ、大昔で言うならば狩りをしてくる。じゃあ狩りをね、できるスキルがあるとするじゃないですか。ね。例えば動物を飼ってくる。飯を飼ってくるっていうスキルがあるとするじゃないですか。じゃあ自分が食う飯分ぐらいは狩るスキルがあるんだったら、まあ、30年後も狩れるんじゃないかなっていう。ね。そう、昔だったら弓矢ですか？もしくはこういう槍ですか？釣りすか分かんないですけど、そのスキルがあるんだったら30年後もまあそのスキルは使えるんじゃないかなと思います。自分が飯食う分ぐらいはね。
ただこれが大きい規模になって会社を経営して従業員も100人200人いて、それを飯食わせ食わし続けるっていうのはちょっと分かんないですけどね。そこはもっとリスキーだと思うんですけど、一人分ぐらいはね、僕は頑張れば全然できますよと思ってますね。てか自分の飯食う分ぐらい狩りができないんだったら、それはまあ特に僕は男ですから、男と女はまあ、ね、人種差別するわけじゃないですけども、まあ、男はね昔からまあ一応ね狩りしてくるみたいな話じゃないですか。まあ、男はだって子供産めないので、機能的にまあ違う部分があるんで、だから男の役目としてはまあ買ってくるっていうのがまあベターじゃないですか。うん、別にその男と女をね、そのなんだ差別してるわけじゃないんですけども、機能自体がそもそも違うので、うん、だから男として生まれたんだったらまあそれぐらいはね狩りできるぐらいのスキル、じゃあだからまあ今現代風で言うとお金稼ぐスキルですよね。うん、まあそれぐらいはやっぱつけた方が、自分で稼ぐスキルぐらいはつけた方がいいと思いますし、うん、これからの働き方はねどんどん変わっていきますんで、てかもう変わってますけど、うん、はい、いってらっしゃい。